皆さん、こんにちは。デックで土地家屋調査士試験の講師をしております。木村真由美と申します。え、今日は土地家屋調査士試験の必須アイテム。パートツーになりますが。これです。三角定規を使ってみよう。三角定規を使って作図をしてみよう。という話をね、ちょっとさせていただきたいと思います。で、今必須アイテムパートツーと言いましたけれども。パートワン。 関数電卓を使ってみようというのもね、これガイダンスとしてウェブにアップしているので。こちらの方もよかったらね、ご覧になっていただきたいと思います。どちらもまあ十分ちょっとのね、動画になっておりますので、えー、サクッとね、見ていただけるかと思います。はい、で、今日は三角定規ということになるんですけれども、まあ、これを使って作図をするということになります。で、土地家屋調査士試験の、まあ、この特徴として、まあ、この電卓を叩いたり。 あとは図面を描いたりという作業がね。どうしても必要になってきます。で、どんな図面を作るのかこれは土地と建物でまあ、2種類ずつあるんです。ちょっと見てください。はい、まず土地では。はいまあ、これは？レックの初級講座で、えー、皆さんにね。演習していただく問題のま回答なんですけれども、もまあ、こんな簡単なものです。 ね、これ土地所在図という図面そして同じ土地なんですけれども地積測量図という図面まあ、土地所在図に比べてちょっと大きいのとそれから少し詳しいことがいろいろ書いてあるなというのが分かっていただけるかなと思います、ね、で電卓の講座の講座じゃないですね電卓の方のガイダンスでもまあ、こういったものを使ってねこの 距離を出したりなんていうことをやったんですけれども今日は実際にま図面を書いてみようと思いますで、これを書くときに先ほどお見せした三角定規を使って書いていくということになりますこれが土地の図面今2種類ご紹介しましたで、建物もやはり2種類あってこんなものを作っていきますこれもやはりレックの初級講座の演習問題ですこの回答でこれが画 海平面図という図面ですね。まあ、各界を平面で表した図面ということでまあ、そのままです。はいで、まあ床面積がどのぐらいあるのか、なんていう計算もしてるんですね。で、もう一つ。建物図面という図面、この2種類になります。はいで、建物図面の方はこれ土地なんですね。 要はその建物の敷地となっている土地も表していきます。これがあることによって、その土地のどの部分に建物建ってるのというのを明確にする図面ということになります。はいで、この図面を試験としてね。これを作らなきゃいけない。で、建物に関しては今ご紹介した2つの図面角界平面図。それから建物図面。 これを両方必ず作ることになります土地はというとまあ、これ両方作ることもあります土地所在図と地積測量図両方とも試験で作ることもあるしあとは地積測量図のみということも多いですで、これはなぜそういうことになるのかというとどんな登記の申請の場合にこの図面を添付しますよということが法定されている決まっているんです ね、だからその何の登記を申請するのかというのを問題文から読み取ってそしてその土地その建物の図面を書いていくというのが記述式試験とということになります、ね、ですからまあ択一問題も出てきますしあとはまあ他の試験では勉強しないような今の、ね、図面を作成するとかあとは土地の面積を計算するとか。 ちょっと面白い作業が出てくるので、えー、学習の方も楽しんでねやっていけるんじゃないかなというふうに思っています。はいでは早速ね三角定規を使ってみよう作図をしてみようというようなねガイダンスなので実際に書いてみたいと思います。はいでまあ実際に受講していただく際にはこんなふうに 図面の練習用紙、ね、こういったものを使ってガンガンン練習していくことになりますで講義の中ではもう最初はもちろんね書き方も右,の右も左もわからない状態だとね皆さん思って私は始めるので一緒にここで三角定規を使って私が書いていく皆さんも画面を通して真似をしてもらって、ね、でやっていくともうこれはおのずと誰でもできるようになりますからね。 でこのような図面の練習用紙早期申し込みの特典で100枚ね、えー、無料でついてくることになるので、まあ、申し込むのは早い方がいいかなと思ってます、はい、では早速土地と建物で全然書き方がね違ってくるのでまずは土地からいきましょうはいこのような土地の形状を書いていきます、ね。じゃあこれどうやっていて書いいくのか ここに ABCD とありますがここの点の座標値これをプロットして、ね、これは作図をするということになります。じゃあこの A 点 B 点 C 点 D 点の座標値は、はい、試験的にはねこれをまあいくつか計算で出すところから始めるんですけれども、まあ、これは今回ね作図をお見せするということで、はい、もう座標値がね 示されていますという体で始めていきますそうすると A 点の X 座標は7 Y 座標は0ですよ B 点はというと X が18で Y が22ですよこれをもとに作図をしていきたいと思いますはい、で座標値 X いくつ Y いくつというのはまあ皆さんもねなんとなく記憶にあるかと思うんですけれども 通常の数学の座標系と大きく違うのは、縦軸が x 軸で、横軸が y 軸。数学の座標系と縦と横がひっくり返るんです。ね、まあこれは測量の座標系はそういうものなんだというふうにね、もう思ってもらうしかないので、これはすぐに慣れてきます。もう勉強を始めると、もう普通に縦軸がね x 軸、もうこれが当たり前のようにね、なってくるので。 そこは安心してくださいはいでは三角定規を今こんな風に配置してますはい用紙の右半面に書いていきますはいでこのように配置するとグリッド線と言われる線が三角定規にいっぱい入ってますこれもやはり早期申し込みの特典でまあ、3500円ぐらいする定規なんですけれども無料プレゼントです はい、まあ、詳しくはね、あのぜひお問い合わせください。はい、でこの定規をこんな風に置いて、でまずは縦軸、はい軸を作ります。これが x 軸になります。はい、でこの今40というメモリがねあると思うんですけれども、ここをちょっと起点として0と考えていきます。そうすると5、10、15、20。 こんな風に上がっていきますで a 点はというと、X、が7で y が0ですよ。ということはどこになるのかここが0ですから5 6 7ここが、X、が7という位置もうちょっとアップにしましょうかはいここが5でここが7はいここが a 点になります。はいそして b 点、X、が18。はい ここがゼロなので、十、十五、十八、はい、ここが。十八。で、そこに合わせて。y. は二十二です。はい、y. が、ここが二十で、二十一、二十二。はい、ここが b. 点です。はい、このように点をね、置いていくことをプロットなんていうふうに言います。で、c. 点は x. が八。はい、ここです。 はいそして、y、がここですはいここが C 点。で D 点は X が040、はい、のところを0にしたので X が0で Y が3はいここが123はいここが D 点。はい土地の図面はこんなふうに座標値が出れば。 これをプロットすることによって、あとはもう点と点をつないでいくだけです。はい、このように。はい、あとは C 点と D 点。はい、あとは A 点と D 点。 このように土地の図面は座標値をプロットすることでこんなふうに書いていきますはいじゃあ建物の方はまた定規の置き方が全然違ってきます。はい建物はというと仕上げたいのは各界平面図これやっていきたいと思うのでこんな図面を書いていきます。 と複雑な形かなと思うかもしれません。で、建物に関してはまあ、ほぼほぼ角は直角です。ね、稀にそうじゃない。建物も出てきます。けれどもまあ、ほぼほぼ直角の建物です。はいで。これは何を元に書くかというと。問題にこんな風な見取り図が出てきます。 はいで今回はこれを元に書いていいてきますはい、でこれどうやって書いていくか定規の合わせ方が土地とはまたちょっと異なるんですけれどもまずこの縦線を書くためのはいこれ「プロット地」なんていうふうにねこれ言いますけれども今私が振ってるのはここを起点として書くのでここが0ですよ。で次に縦の線ってここになります。 この縦の線を入れるためのこれ3はいこれってここに振ってある数値から、ね、読み取っていますここの長さが1 3 2ルですよというふうにここにあるのでここからこの10.2を引くとここの長さになります。はい、そうするとここで縦のの線線を引引くとこの線が引けるで次にこの7これここの幅が7だから こここのとというところで縦の線を引引くとこれが引けますでさらにこの7と6.2これを足すことでここの縦線を引くためのプロット値というのが入ってきますこれ実際に、えーまあ、講義をね受講していただいたら、まあ、この問題を一緒にやっていくということになるわけです。はい、で次に今度は横線入れていくためのプロット値ここに振ってありますがここを起点とします。 だから一番上の横線ををくとところを0として、そして今度はこここれはここから5メートル下がったところに横線を引くと6.2この長さのね線が引けますよということでここ5というプロット値を振るそうすす。ると横線ここが引けますでさらにここの横線は、はい、ここ0を起点として8.5下がったところで横線引くとここの線が引けますよ。 はい、さらに一番下のここの横線、ね、これ14.6こことここを足すと14.6そこで横線引くとここの線が引けるよ。まあ、いわゆる累積の寸法をねこうやって入れていくと縦線横線、ね、どこで引けばいいのかというのが見えてくる。こ、ね、こういいっった問題文のの見取り図をを利用しててまずはこの数値を振っていくでこの数値を振ったら。 じゃあ実際にこれを元に書いていこうということで今の三角定規はい建物の場合ははこんな風に配置します、はい斜辺の分を部分を合わせてこんなふうに正方形になるように配置していく。まあ三角定規といっても小学校の頃ね使った三角,三角定規一般的に 市販されている三角定規とはちょっと全然違いますよね、はい、まず同じ形なんです2枚が、ね、一般的に売られている三角定規って違いますよね形がはいこれが全く同じ形でここに振られている数値というのはもう縮尺の目盛りになっていますだから赤い方を メモリを読んで書こうとすると、これがもう二百五十分の一の縮尺で書けるようになっているんです。はい、じゃあこんな風に置いて今の建物の形状を書いてみようと思います。はい、どうするか。はい、こんな風に定規を合わせて、やはりこのグリッド線と図面の枠を合わせていきます。 そうすることで、ね、きちんと図面に対してまっすぐ定規が配置できるということになるはいそうしたらはいここに横線引きますこれが頭の一番上の横線になると思ってください。はい、で今ふら、えー、振ったプロット値、ね、まずここを起点として0今25の目盛りを起点としています。で次に3 次に七。次に十三点二。はい。今振ったこの数値というのは。この見取り図のちょっと見づらくてごめんなさいね。ここの数値。手書きした数値です。で次にこの縦のこの数値。振ってきます。はい、これは。今度はここで見ていきます。 ゼロからスタートして、五。で、八点五。はい、そして、十四点六。はい、ちょっとアップにします。はい、今、ここのメモリを読みながら。見取り図に振ったプロット値、これをそのまま。入れて。いる状態です。はい、で、これで、どうやって。 建物のの形状をかけるのかもうこれを振ってしまったらあとはこのまま定規をずらして縦線と横線を入れていくだけなんです。はい、じゃあ今振った5のところはいここで7からのところに引きました。次に8.5のところまで定規を下ろしてきて今度は。 ゼロと三、はい次に十四点六のところまで下ろしてきて、今度は、はい、これでだんだん出来上がっていきます。今横線これで全,全部ね、すべての横線が入ったんです。今度は縦線入れていきます。縦線入れるときはこの定規を今度上に上げていきます。 はいそして一番右側に振った13.2のところに持ってきて合わせたらここで縦線さらにどんどん上げていきます。7のところまで上げてていいいってはい、7でこはい、ででさらに3のところまで上げていき。 縦線で最後ゼロ起点のゼロのところまで上げていって最後の縦線はいそうするとこの建物の形状が欠けるとということなんですねはいで回答として見てみるとはい同じものがはい欠けてるということになります。でこれを シャープペンシルで下書きしてあとはボールペンで墨入れして必要事項を書いていくということになりますはいどうですかねこんな2枚の三角定規を組み合わせて土地の図面だったり建物の図面だったりね、これを書いていくんですけれどもこのように画面に移して一緒にやっていくことで必ず通信の方でも安心してできるようになります 通信の方はもう自分でね、えー、止めたいところで止めてね一緒にやっていくことができますし、で通学の方ももちろん同じように教室でやっていきますね教室で聞いていただけるんだったらもうその場で質問も受けられますし、えー、本当にね自信がある講座なのでぜひ検討していただきたいと思います。あとはまあ、関数電卓についてもまあ、使ってみようというねガイダンスあげてありますのでぜひ見てください。 あとは申請書というものを作っていくので申請書を書いてみようろいろ、ね、見ていただいてで興味持っていただいたらいろんな予備校を検討していただいて是非いろいろご相談いただければと思います。はいということで三角定規で作図をしてみようここまでにしたいと思います。ごご視聴ありがとうございました